今日はね、もう本当にこの業界のタブーに挑もうと思っていまして、すいません、なんかまたちょっと村上春樹さんとまた全然関係ないんですけど、オードリーの若林さんについてお話をしようと思います。で、なんでタブーかって言ったら、まあポッドキャストやってる人たちってとか、ポッドキャスト聞く人たちってラジオ好きの人が少なからずいると思うんですけれども、もうオードリーのオールナイトニッポンってもうここ数年間ランキングずっと何期も何期も1位取り続けているモンスター番組で、もうかれこれ12年目とかなのかな、彼らが M1 とか優勝、あ、優勝じゃない、2位取った年の、あたりから始まっているので、もう12年目、ラジオでもそんだけ続く番組っていうのはかなり珍しい、いやすなわち人気が絶大っていうことになります。なので踏み込むのはなかなか難しいんですけれども、私は割と近年好きになった側なので、客観的視点を持ってちょっといろいろなぜそんなに人気なのかっていうところからなんかお話をしてみようと思います。で、なぜ支持されるのかで、まあもちろんその春日さんの人気っていうのはまあすごいわけなんですけれども、カルト的人気を博しているのはまあオードリーの若林さんの方ですと。で、結論は最初に言っちゃうと、まあ、確たる地位を今築いていらっしゃいますと。帯番組とか、帯番組、うん、あ、朝の番組は帯か、でもゲストなのかな、冠番組とかをいくつか持っていって確たる地位を築いてもなお、まあ、今なお真剣に苦しみながらひたむきに若林さんが成長する筋書きのない物語を、まあ、見せてくれていると。だからこそ絶大な支持があるんだなっていうふうに理解をしました。で、ほんのつい2年前までの私のオードリーの印象っていうのは、まあ、ゴールデンタイムの番組向きのタレントっていう印象でした。もうめちゃくちゃ言葉を悪く言うと、ハライチの岩井さん風に言うとお笑い風的な感じの人たちなのかな。もちろん面白いんですけれども、なんかでもコントとか漫才とかではなくて、まあまあまあそっちのゴールデンとかのタレントさんなのかなっていう風に思っていましたと。で、まあもちろんそのね、春日さんのボディービルであったりフィンスイミングでギネスとか、あとはエアロビとかって見てると、まあすごいひたむきな努力と身体能力はすごいと思いましたし、あとは若林さんの人見知りキャラであったり女性苦手キャラっていうのは面白いというふうに思っていましたが、それ以上の引っかかりはなかったですと。で、まあで一方、一方というか、私はまあもともと深夜ラジオのリスナーでして、本当に中学の時からゆずのオールナイトニッポン、浅草キッドのラジオ黄金時代とか、あとは中島ラモさん、亡くなってしまった中島ラモさんっていう、まあジャンキーの小説家の、ラモ父の魔界ツアーズっていうのを聞いていたりとか、かなりなんかマニアックな自負があったんで、もうなんぼのもんじゃいみたいな気持ちが若干あったんですけれども、まああんまそのオールナイトニッポンで聴取率を1位取り続けてるっていう話を聞いて、どんなもんでしょうかっていうふうに聞いてみたんですよね。で、衝撃を受けました。なぜかっていうと、おとなしい印象だった若林さんが冒頭もう数秒から春日さんやスタッフ、事務所の方々、リスナーに対して荒ぶって切れ散らかして1時間が過ぎるんですよね。しかも結構な確率で、でもちろんその信頼関係の上に成り立っているプロレスなわけなんですけれども、まあ、そのテレビとは対極と言える振る舞いに、まあ、びっくりして一気に引き込まれてしまいました。で、同時にその春日さんっていうのはもっとなんか強強のキャラなのかなと思ったら、すごい穏やかで、まあまあまあとか、そんなこと言わないでちょうだいよみたいな感じの、優しい感じの方なんだな。もちろんその
番組とかで3時間ぐらい友達に待たされても文句の一つも言わないみたいな穏やかさは知っていたんですけれども、本当にそうなんだなと思って衝撃を受けて、それ以降長年聞いていて若干そのなんだろう、中だるみというか、あんまり、素材をそのままを突き通しすぎて、あんまりちょっとちょっとジジイ化してきてしまった某番組があるんですけれども、その番組から転校することになって今に至ります。で、特になんか好きなエピソードっていうのは、まあ、要はそのバックグラウンドとしては、その M1 で跳ねる前まで10年間ぐらいすごい不遇の時代を過ごしているんですよね。仕事もなく、お金もなく、風呂なしのアパートに住み、阿佐ヶ谷の高架下を絶叫しながら深夜歩いて苦しみ抜いて生きてきてっていう、バックグラウンドが若林さんにあって、その心をまだ忘れてないっていうところがすごい好きなんですけども、エピソードとしては、なんか本当にその M1 後の時期に多忙すぎて休みがなくておかしくなりそうな時期とかに、車で深夜の大黒ふ頭、駐車場で、まあ、車中泊をして、まあ、カップラーメンを食べながら、ざまあみろって車の中で言ってるっていうエピソードが好き で、これを解釈をすると、まあ、超売れっ子の自分がきらびやかな六本木西麻布などで、まあ、遊んでるわけではなくて、まあ、そのこんな場所にいるんだぜ、お前ら気づいてないだろう、出し抜いてやったぜっていう感覚なのかなと。あとはまあその売れてない時代にいろいろ自分によくない対応をしてきた人たちへのまあ見返しみたいなのはあるとは思うんですけれども、はい、あとはまあそのエッセイ本、これどれだっけ、あ、表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬というキューバ旅行記の本を出した時に、本を出したのに宣伝を一切自分の番組とかテレビ番組でもせずに、出版社の人を大変困らせる中、前任でおなじみの佐藤しおりさんが 100% の善意でブランチかのエンディングかなんかで宣伝をしてくれたっていう話でも、若林さんとしては好意はありがたいけどやめてほしいっていう感じこじらしてますよね。あとこれ若林さんじゃないんですけど、なんか春日さんが大阪からの電車の帰り道に肉まんを食べてたら、その匂いを、まあ、隣の女性に咎められて、えげつない匂いさせてって言ってなじられてるのに、M 的な性的な興奮を感じたっていう話が面白いなと。あとはそうですね、結構若林さんと南海キャンディーズの山ちゃんが足りない2人っていうユニットを組んでいて、番組もやっていたし、まあ、近年ではそのかなり攻めたライブをやっていたっていう話があるんですけれども、そのライブの運営スタッフ、テレビ局のディレクター、プロデューサーの方々とか構成作家とかいろいろいらっしゃると思うんですけれども、その方々が最近その若林さんと新しい番組を始めるケースみたいのがちょこちょこあって、あんなに俺をすごいすごいって言ってくれたのに結局若林さんの方がいいのって言って闇落ちして、自分の TBS のジャンクの番組の中で2週にわたってそのスタッフたちと縁切るとかって言って、もう嫌だとかって言って関係持たないとかって言って、なんか本当になんか地獄のような雰囲気にラジオがなってるのを若林さんが帰りの車のラジオで聞いて、いやこれはもうなんか地上波で放送できるやつじゃないぞと思って、車を切り返してラジオ局に行って突入して、でその荒ぶってる山ちゃんを沈めて、で山ちゃんのまあその機嫌を、まあ、落ち着かせる、心を落ち着かせるために
いやいや、もうあのスタッフたちはもう山ちゃんのケアをめちゃくちゃしていて、ね、そのちゃんと褒めてくれないとへそ曲げる山ちゃんをちゃんと褒めて、でこんなことは言いたくないけれども、なんかテレビ局はもちろんその企画書を出して通らないと番組にならないわけなので、企画書はもうこれはもう言っちゃいけないし言いたくないけど、企画書はあの人たちお前で番組いっぱい出してんだぞって言って、まあ山ちゃんをなだめて、あのまあそのいろんな人を救うっていうエピソードがあって、これはまあそのね、あんま良くないかもしれないですけど YouTube とかにも載っているので、ぜひとも聞いていただきたい神回だなっていうふうに思っています。ね、女優の蒼井優さんと結婚してね、負け犬が噛みつくみたいなスタイルではもうもはや入れなくなってるはずの山ちゃんなのに、世間から羨ましがられるポジションなのにこんなに腐れるって、本当に山ちゃんって本物で天才なんだなっていうふうにも思いました。で最後のそのスタッフたちはちゃんと山ちゃんで番組の企画を出してるよっていう話をした後に、いやそれを聞いて嬉しいんだけど、同時にあ俺の企画で落ちてるんだっていう悲しみで、知りたくなかったそれとかって言ってもう本当にこじらせてるなっていうところがね、同時に山ちゃんもより好きになるっていうような感じでした。はい。であとは女性不信の原因っていうのが自分のお母さんにあると、幼少期の、お母さんの全否定とかそういう強い当たり方とかを見て、女性っていうのは強い存在で自分がケアをしたりするような存在ではないんだっていうふうに思ってしまったっていうところがあるようです。なのでなんかそのコント番組とかで女優さんの頭を撫でる姿がぎこちなすぎて爆笑になっちゃって、なんかそのストーリーと別の方向に行ってしまって、なんかお蔵入りになるみたいな話があるんですけれども、そういうところがまあ実はそのまあそのお母さんの若林さんに対するちょっとあんまり良くない振る舞いみたいなのが、まあ、原因だったっていうのを、まあ、その精神科医の方から、まあ、テレビ番組で言われたりとか、そういういろんな経緯もあって、まあ、認識できて、まあ、今に至るみたいな話も素直にいろいろ話されてます。あとは、一方その破天荒ながらもすごい大好きだったお父さんが亡くなって数年前、5年前とかに亡くなってしまって、でまあ親父が隠れちゃったんだけどさ、まあ、隠れちゃった、亡くなっちゃったんだけどさっていうエピソードを話し出して、まあ春日さんがクスクス笑い出して、なんかお前人が親父が亡くなった話してるのにクスクス笑うなんてもうお前人じゃねえよみたいな、こうやり取りの下りが結構何回もあるんですけどね、そこが結構好きですね。もうお父さんがそれだけ繰り返し言及するぐらいお父さんのこと大好きだったんだなっていうところが好きです。で、ラジオの次はそのラジオの中でたびたび言及されるエッセイ本が気になって、3冊読ませていただきました。1冊目が社会人大学人見知り学部卒業見込みというもので、まあ、M1 以降ようやく社会参加した自らを、まあ、社会人大学の1年生2年生と称して、書き綴ったエッセイです。ダヴィンチで連載されていたのかな。でなんかその自分というポンコツの車のボンネットに向かい合って、まあ、構造を理解して修理をするっていうような表現をされているんですけれども、まあ、そういうお話になっています、ね、内容としてはなんだろう、なんか世の中にちゃんと迎合できない自分と向き合い、まあ、分析するっていうような話で、まあ高い壺とかインテリアとかに何の価値も見出せなくて、お世辞のいいですね羨ましいとかっていうのが番組で言えないとか、まあ、スタバのグランデが頼めないとか、学生時代はそのチクチクするセーターをチクチクするから着たくない
っていうのに、お母さんに来なさい、みんな来てんだからみたいな、なんかなんでそんな我慢しなきゃいけないのとか、制服の第一ボタンをなんで閉めないといけないのとか、お酌をなんで先輩にしないといけないのとかっていうような、普通の人がそのまま受け入れてしまうようなことに疑問を持ち続けてる、違和感をスルせず向き合ってきた若林さんのお話、ね、ともすればちょっとそのめんどくさいじゃないかっていう風になんか思われたりする部分もあるんですけれども、なんかそういうひたむきな姿っていうのが、まあ支持を受ける、同じような違和感をまあ実は持っている、受け入れられてない人も、我慢して受け入れている人も、その違和感についてはまあ皆さんが共感を持たれてるっていうような話なのかなっていうふうには思います。で、あとはその次が、その次が表参道のセレブ犬とカバーネ要塞の野良犬っていうような、キューバ旅行記で、ね、この中でも、家庭教師をつけてその世の中の仕組みとか歴史の勉強をしてるっていうようなお話とかがあったりだとか、あとはそのやっぱりこれはあれですよね、そのお父さんが亡くなった、痛み傷をまあ癒すためのお父さんと共にまあ行くというか、なんか友連れで行っているような旅の旅行記になるんですよね。で、あとは最後、最新がまあ斜めの夕暮れ、まあ、でその自分というボンネットに向き合って、である程度仕組みを理解して、で直して、で世の中にある程度順応できるようになっていた時に、いつの間にかそのこの人見知り学部を卒業してしまった自分がいて、でダヴィンチのネタも前は1時間で書けてたものを3時間経ってもうまいこと出てこなくてっていうような悩み、なんか大人になっていく自分に悩みつつも、まあ、受け入れて、その自分というその車、ポンコツ車のボンネットに目を向けているところから外の世界に目を向けていくっていうようなお話になります。でね、僕が本当に若林さんをすごくうまく表現してるなって思ったのは、斜めの夕暮れの中のモノマネ芸人さん、亡くなってしまったモノマネ芸人さん、若林さんと一緒の、K' ステージかという事務所の中の先輩だった前健さんのストーリーで、前健さんに、初めて挨拶に行った時に、まあ、すごい腰が低くて丁寧に挨拶される方だなと思って、自分が普通にそんな気持ちを抱えながら挨拶に行って、ね、心の中では好意的にな話なのあはずなのに、マイケンさんからみんな死んじゃえって顔してるねっていう言われるストーリーがありまして、これが本当にその人見知り学部1年2年の時の若林さんをすごく端的に表してるなと思って、すごい好きなストーリーです。もう本当に世の中を憎み斜めに見てっていうところが出ちゃってるんでしょうね、素直な人だから。あとはそのね、人見知りから女性苦手から普通のその大人になっていく過程の中で、まあ十分30歳の時も大人なはずなんですけども、やっぱりその、まあ、みんな実際はそうだと思うんですけど、やっぱり40そのあたりになってようやく大人になれてきたなっていうような実感があるみたいなんですけど、人見知りの若林さんが好きでしたみたいなことを結構言われたりとか、いまだにその人見知りとか女性苦手とかそういうとこにいる人たちからはなんかそういう心ない言葉とかを投げかけられたりすることがあるみたいですけども、とにかくうるせえって言うんですよね、お前なんて俺の人生関係ないからなって言うんですよね一時期はね支えてくれてた人の中人ではあるとは思うんですけれども、なんかそういうところにもあんまり忖度をしすぎないっていうところが僕は結構好きですね。リスナーさんがわーわー言う時もうるせえっつって、関係ねえからな俺の人生にっていうと言いつつ、
ね、あの出待ち、ラジオの出待ちとかしてくれていて、で素直に感想とかをくれる人に、多分見た目はすごいぶっきらぼうにはいはいっつってサインしてるんですけど、実は本当は涙ぐんでるのを隠してたりとかね、というところがなんかなかなかやっぱり憎めないというか人間らしくていいところですよね。あとはね、ちょっとするとそのネガティブな思いとか将来のこととか、ね、昔で言うとお金のこととか、なんか人と自分、芸人さんと自分を比べて、その社会人の自分の友達と自分を比べてとかで、ネガティブな方向に行きそうな時がよくあるっていう話があったんですけど、ネガティブ対策のベストはもう没頭であると。いろんなことに、ね、集中することによって、なんかネガティブなことからまあ離れられるというか忘れられるとかいうか、というようなお話もすごい好きなところですね。あとはあれですよね、そのゴッドタンとか、そのテレビプロデューサーの今フリーになった佐久間さんが売れっ子でわーわー、ラジオやったり活躍されてる時に、なんか嫉妬心みたいのがあったらしいんですけれども、なんかその佐久間さんの番組にゲストに呼ばれた時に、めちゃくちゃ嫉妬の気持ちを抱えて、なんだったらちょっと当たり強く佐久間さんに当たってるさなかで、結構売れた後の話なんですけどね、あちこち踊りとか、なんかそのさなか佐久間さんから、あちこちオードリーという番組が企画を通ってスタートしますっていうような話、発表を受けて、なんか佐久間さんに嫉妬してた自分を恥ずかしく思うっていう話も好きですね。で佐久間さんもね、オードリーをめちゃくちゃ買ってるから、こんだけお腹鳴っちゃった、こんだけね、番組の企画を立てて通すとかってやっぱ相当な愛がないとできないことなので、大好きなんでしょうねっていうところと、あとはあれですね、最近もオフゼロオードリーっていうめちゃくちゃいい企画がありましたよね。やっぱりその人見知り的な部分があるというか、スタッフさん、まあ、楽屋とかにすぐ戻って全然話さないな、だったら若林さんと春日さんの双方も話さないっていうのをなんかある中で、もうオフ時間をゼロにして、なんかずっと仲良くしようぜっていう企画を、これを佐久間さんが立てて NHK でやられてたんですけれども、すごく良かったのが、日向坂で会いましょうですかね、日向坂の方々、46の方々と番組をしているんですけれども、カメラがオフになるともうすぐその場を去ってしまう、まあ、人見知りの若林さん、春日さんのことを、まあ、みんな十分に知っていますと。その中でオフゼロ企画の中で開始前とかも最高の番組、伝説の番組作りましょうよとかっていう声掛けをしたりだとか、オフ時間に話しかけてたりする2人を見て、大丈夫ですかみたいな、なんか番組の密着ですかとか、情熱大陸ですかとか、なんかいろいろ、なんか日向坂の方にめちゃくちゃ心配されるっていう。でその日向坂の方々もその番組の企画、追跡企画っていうのを分かった後に、今辛くないですかっていう声掛けをするんですよね人見知りの君ら無理してないっていうようなことを言われるような関係性というか、人見知りであることを受け入れてもらって、なおかつまあその愛してもらっているっていう関係性がよく分かり、かつ、番組収録後に感動させようみたいな指示がある中で、なんかすごい本当に一生懸命全力で投球する、まあ日向坂のメンバーたちのすごく貴重な時間を一緒にさせてもらってる、すごく人生の中で大事なとってもいい時間を、まあ、もらっていただいて
番組させてると思ってるっていうような、これは本当に本心なんですけど、この話をしてね、メンバー号泣みたいな。これでもラジオの中で言ってるんですよね、その中堅ところになって、MC とかもやっている地位にいるけれども、日向坂のメンバーの方々のその一生懸命さとかプロフェッショナルリズムにすごい尊敬の念を覚えていて、学ぶことばっかりだっていうことは、だからそんな、学ばせてもらってる自分が彼女たちのその休憩中の時間とかを取ったりするのはおこがましいみたいなことは思っていたから、まああんまり話しかけなかったりとか余計な接触はしなかったりしてたみたいなんですよね。なんかね、やっぱりこう周りの人がいろいろ掘ってみるとすごく感動というか、ちゃんとしてる理由がそこにあって、思いがあって相手を配慮した上でそういう対応をしてるんだ、そっけない対応してるんだっていうのは後々わかるんですけれども、説明しないとなかなかね、わかんないまま終わっちゃうこととかも結構あるのかなっていうふうには思っていて、多分そういうのを歯がゆく思ったスタッフの方々とかがこうやって企画をしたりとかして、まあ要は周りを動かす力があるんですよね、周りに愛される力があるんだなっていうところが、やっぱりそのやっぱり前っていう出てくるような芸能界の方、芸人の方々とやっぱり違う部分があるからこそ、まあ、どう周りのスタッフの方々とかも世話を焼きたくなったりするような部分があるのかなっていうふうに思いました。あとちょっともう本当にオードリーの話を、ね、うまいことまとめられるなんて思ってないので、これでもうちょっと一旦は最後にしようと思うんですけれども、あちこちオードリーという番組が、テレ東であって、で、筋書きをなしで、まあ、いろんな、芸人さんであったりタレントさんのストーリーを若林さんが本当に興味を持って掘っていくっていう番組なんですけど、その中で事務所の先輩の花輪さんと原口あきまささんが、ゲストで出る回があって、で本当に売れてない若林さん春日さんをまあ面倒を見て、服をあげたりご飯を食べさせてあげたりとかって2人がよくしてたわけなんですけれども、本当にさっきの前健さんじゃないですけれども、まあ、みんな死んじゃえって顔してて、もう当たり散らして暴れん坊で言うこと聞かなくて、なんか本当に売れるなんてみじえも思わなかったって言って、それがこんな番組の MC をして俺らをゲストを呼ぶほどになってって言って、番組の中で泣いてらっしゃってね、なんかやっぱりまあ昔からそのほっとけなさみたいのがあると同時に、やっぱりなんかそんだけ素直でまっすぐでいられるっていうのはほとんどの人ができないことなので、まあ、そこへの憧れっていうのはまあありますし、そのできなかった、それが通せなかった側の人間からすると、なんかある意味そのままでいってほしいなっていうふうに応援をどうしてもしたくなってしまうところがあるのかな。だからやっぱりほっとけないで世話を焼いてしまうっていうところがあったんでしょうね。いやぜひなんかちょっと機会があったら、その原口あきまささんと花輪さんの回もぜひ見てほしいなっていうふうには思います。はい、1回目の収録で、冒頭に結論部分は、述べたんですけれども、改めて、結びの部分で述べていなかったので、改めてそのパートを収録しております。いろいろお話をしましたが、若林さんの魅力をまとめると、普通の人が受け入れてしまうような違和感、その学校の第一ボタンを絶対閉めろとか、お酌を先輩にしろみたいな
そういうものの違和感を、まあ、スルーせずに受け入れられず、まあ、世の中と、まあ、社会とのズレに苦しんで時には腐ったりもしたけれども、その違和感にまあ向き合い続けて、まあ、問題を解消したりだとか、時にはまあその家庭教師をつけて社会の仕組みとか歴史とかを知りながら、まあ、解き明かしていってましたと。でその結果、まあ社会の外側のような人間だった自分が、まあ、今はもう社会に参加した側になっているっていうのをエッセイの3作目でも述べていて、まあ、その中で、そのせいでダヴィンチ半年ぐらいその救済をエッセイを救済したりしたこともあったって言っているんですけれども、ね、ちょっとまあ鎖芸じゃないですけれども、社会の外側から違和感に向き合っていくっていうところにファンがついていたけれども、そこに固執せずに今度はまあ社会に参加した側になった、まあ、自分への違和感にもまあちゃんと向き合って、でさらに受け入れて、でかつこういうふうに外向きにも隠さずに発信して、まあ、いると。で今度はまあその番組をまあ成立させようと必死に働くスタッフを助けたりとか、そのまあちゃんと彼らがあんまり尖ったその発言とかではなくて、彼らがちゃんと欲しいものをまあその与えてあげれるようになったりだとか、あとはその自分と同じように社会との摩擦に苦しむ、まあ、スタッフの方だったり、その芸人さんをまあ助けたりっていうような、まさにまあそのひたむきにまあ成長し続ける筋書きのない物語を、表現合ってるか分かんないですけど、本当にもう甲子園の試合を見てるかのごとく筋書きのない成長ストーリーを見せてくれるのが若林さんで、まあ、だからこそこれだけ根強い人気があるんだなっていうふうには私は思いました。はい、ここがまとめの部分で、でもっとなんかいろいろ言うと、本当はその春日さんのその能天気さというか、自分の中にも最初から正解を持っているブレない生き方みたいなところにまあ救われてる部分とかかなりあるみたいなんですよね。そこにももうちょっと言及したかったんですけど、ちょっとまた別の機会にしようとは思います。一つだけ例を挙げると、そのまあもう春日さんはまあその01はできないんですよね。なんか100とかっていうのはできるんですけど、自分から何かを生み出すっていうことはなかなかできなくて、できれば人に指示をしてもらいたい人ですと。でその売れない時代になんか全然危機感がない春日さんを見て、なんかもう自分がどれだけ不幸かっていうことを、まあ、書き連ねてこいっていうような宿題を出したんですよね。でその時ってその貧乏でもうでも睦弥荘に住んでいたのかな、その狭くて風呂なしでっていうような、なんか全然明日のご飯にも困るような生活をしてるのに、なんか春日さんが持ってきた回答っていうのは、すいません若林さんっつって、どう考えても幸せです、不幸なところが見当たりませんって言うんですよね。だからそんだけその自分の中に最初からブレない正解を持っていて日々幸せに生きている、まあ、春日さんに、まあ、もちろんその苛立つこととかはずっとあって、未だにもうフリートークちゃんと考えてこいとか、なんかネタの一つも考えてこいとか、なんかいろいろわーわー言ってるんですけれども、やっぱでもそこにはなんか癒されてきたからこそ、まあ今の成功があるのかなっていうふうには思いますが、それはちょっとまた別の機会に譲りたいと思います。はい、今回以上となりますが、またちょっといろいろまとめた上で話してみたいと思います。はい、ジェイズバーツイッターをやっておりますので、ぜひともフォローよろしくお願いいたします。ポッドキャストの各種プラットフォーム、 Spotify、Anchor、Apple、Amazon、Google でも配信をしておりますので、ぜひともサブスクをよろしくお願いいたします。 Apple だと、右上のプラスボタンとかからかな。 Spotify だと、画面上部のトップ画面の
左の方に、フォローするっていうところがあるので、そこぜひフォローをよろしくお願いいたします。 Apple も、画面の下の方にトップ画面の下の方にレビューをするっていうところがあるので、まあ、星5つであったり、あとはその、まあ、感想をいただけたら、非常に嬉しいのでよろしくお願いします。それではまたの、ご来店をお待ちしております。ジェイズバーでした。